吉谷さん、まあ自分にしかできないことをする、自分にしか持っていないデメリットを使っていく、これも一つのやり方じゃないですかね。まあこういったらぜひとも、吉谷さんは何といってもね、日本一の IT 企業にいたわけですから、ネオヒルズのね中核にいたわけですから、それ素地はあったわけですよとも言えるんですよね。私の場合は麻雀店の親父ですよ。麻雀店、日々麻雀ですよ。何が上達するんですかね、麻雀店10年もやってて。何にも上達しないですよ。何の意味もないです。ただお客さんに悪態ついて苦笑いしてるだけですよ。パソコンの環境ゼロで、そっからでも始めればこうなるよってことですよね。だからね、2013年に麻雀店の親父だと私がねいたとして、それよりも環境の良かった方とか、日々少しでも業務でパソコンを使う仕事についてた方、なんで俺なんかに負けるんだみたいなね、俺なんかに負けるなよみたいなところはありますよね。麻雀ですよ。30代麻雀、キャバクラ、無駄遣い、すき焼き、終わりね。そんなね、何の上達もしない人生を送っていた私でも、インターネットに出会ってビジネスをするとくるっと逆転できるというね。で、20代から住宅ローンに追われている方がたくさんいる中で、45ぐらいで一括で家を買うということもできると。何なんですかねこれはね。だから自分にしかないウィークポイント、これを使うことによって、それをねプロモーションに使うこともできるから、逆に有利だなと。もっと悪い状態でもよかったんだけどなみたいに思うことですよ。だから今状態が悪いという方は多分チャンスですよ。そっから多分抜け出した人とか抜け出そうとする人が本当の意味でいないからなんですよ。じゃあね、麻雀店から億万長者になりましたっていうふうに聞いた時に、麻雀店の人が私を参考するんじゃないですかね。どうですかね。スーパーの店員からという言い方もできますよ。スーパーの店員からこうなりましたみたいなね。じゃあスーパーの店員が、あ、だったら自分でもできるんじゃないかなと思うでしょ。漢字も書けない人がとかね、暗算もできない人がとかね。だからウィークポイントってそのまんまチャンスなんじゃないかなと思うんですよね。生まれついての帝王学とか御曹司が金儲けましたって言っても何とも思わないでしょ。そんなん当たり前やんって思うでしょ。でも持たざる者が持つ者になるところには、やっぱ一定の希望や期待を持っちゃいますよね。でしかもそれが希望や期待じゃなくて現実になるわけですから、あとはやるだけですよ。いってらっしゃい。